はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トイザラスオリジナルのマツダアクセラスポーツオフィシャルカー仕様を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトイザラスオリジナルのマツダアクセラスポーツオフィシャルカー仕様になってます。ボディカラーの方はレッドのメタリックだね。光に当てるとキラキラしててかっこいいね。で、フロントの方から見ていくとこんな感じだね。中央の部分にはマツダのエンブレムがプリントされてます。で、ヘッドライトの部分はシルバーの塗装だね。グリル周りはこんな感じになってます。で、ボンネットの方を見ていくとこの部分にはビーアドライバーっていうプリントがされてるね。で、ルーフの方を見ていくとルーフの部分には警告灯がついてます。この部分はブルーのクリアパーツだね。で、助手席側の方を見ていくとで、この部分にもビーアドライバーっていうプリントがされてます。で、オフィシャルカーなので上の警告灯の方もサイドから見えるね。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。中央の部分にはマツダのエンブレムがプリントされてあって、その横の方にはアクセラとかマツダっていうプリントもしっかりとされてるね。テールランプの部分はシルバーの塗装になってます。で、運転席側の方を見ていくとこの部分にもビーアドライバーっていうプリントがされてあって、助手席側と同じデザインになってます。で、このまま上の方を見ていくとルーフの部分には警告灯だね。で、よーく見るとこの辺りの塗装がちょっと傷んでるかな。これは多分個体差だと思うけど、ちょっと塗装が綺麗じゃないね。で、真上から見るとこんな感じになってます。内装の方はこんな感じだね。ちょっとブラックで見づらいけど、シフトノブの辺りもしっかりと作られてます。で、タイヤの部分はサスペンションがついてます。で、その他のアクションはテールゲートの開閉だね。テールゲートを開閉するとこんな感じになってます。で、裏の方を見ていくとマツダアクセラスポーツナンバー62番の2009年のシャーシになってます。こうやって見ていくとボディカラーのレッドのメタリックがすごく綺麗だね。で、キャッチコピーのビーアドライバーっていうのもたくさんプリントされてていい感じになってます。で、このモデルは実車でも存在してるような感じなんだね。で、岡山のサーキットの方ではオフィシャルカーとして採用されてるんだね。だけどよく見るとフロントグリルのところがちょっと違うね。インターネットでマツダアクセラスポーツのオフィシャルカーを検索してみるとこんな感じのが出てくるね。この周りのものは全部トイザラスのオリジナルかな。で、この部分がオフィシャルカーだね。で、実車の方ではこんな感じでビーアドライバーレッドのメタリックで警告灯もブルーだね。だけどこの辺りのフロントマスクのところが違うよね。実車ではこんな感じで採用されているようです。で、フロントマスクのところを見てみるとこんな感じだね。トイザラスオリジナルのマツダアクセラスポーツと実際採用されているデザインだとフロントグリルのところの形が違うね。っていうのも実際採用されている方は現行型のマツダアクセラスポーツで、こちらのモデルは旧型モデルになるね。ちょっとこの辺残念だね。でもサーキットで実際に採用されているモデルとボディカラーとかビーアドライバーっていうキャッチコピーは同じだったね。そういう意味合いでは雰囲気がいい感じで出てるのかなと思います。で、サーキットで採用されているオフィシャルカーといえばこんなのもあったね。トイザラスオリジナルのモデルをチェックしてみます。はい、こんな感じでトイザラスオリジナルのモデルを2台並べてみました。で、このブルーのモデルがトイザラスオリジナルのレクサス RCF の富士スピードウェイセーフティーカーだね。
こちらのブルーのモデルは以前レビューをしたので、またリンクを貼っておくのでそちらからご覧ください。でこのブルーのモデルは実際富士スピードウェイで採用されているセーフティーカーと同じ形だったね。そうやって考えるとこのマツダアクセラスポーツは現行モデルじゃないのがちょっと残念だね。でもこんな感じで2台並べてみるとサーキットの雰囲気が出ていい感じだね。箱の方は正面のパッケージにトミカの写真だね。でこの部分にはトイザラスオリジナルのロゴがプリントされてます。で側面の方を見ていくとこんな感じだね。この部分にマツダのライセンスだね。で裏の方を見ていくとこんな感じになってます。はい、今日はトイザラスオリジナルのマツダアクセラスポーツオフィシャルカー仕様を紹介しました。こんな感じでノーマルのアクセラスポーツと違ってやっぱりこうやってプリント化されたり警告灯がつくといい感じの雰囲気になってくるね。で発売前はこのモデルがそのままサーキットを走ってるイメージをしてたんだけど、調べていくとこのフロントグリルがちょっと違ってそのあたり残念だったね。でもマツダファンにとってみたらこういうモデルがオリジナルのモデルで発売されるのはすごく嬉しいね。またこれからのトイザラスオリジナルのモデルに期待したいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。